皆様こんにちは。ありがとうございます。本日は私どもはとバスの2階建てオープンバス大空みよ号にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。それでは 3.8 メートルのガードの下通過してまいります。お楽しみいただけましたでしょうか。私後ろ向きですので皆様の場合怖い思いをしております。こちらですが屋根がね作りとなっておりますので東京の街東京の空を感じていただきながらドライブを楽しみいただければと思います。高速道路に入る際再び 3.8 メートルの制限高さのバーが見えてまいります。船バスの高さ 3.75 メートルギリギリを通過いたします。ぜひ上をご覧くださいませ。ギリギリを通過しジェットコースターのように坂を下っております。屋根のない作りとなっておりますので風と空を感じていただけますでしょうか。正面の交差点通過する際左奥に上野駅が見えてまいります。こちらから正面が東京スカイツリーです。これより足元まで進めてまいります。見えてる？こちらから左が雷門です。向かって右に風神左に雷神です。大勢の方々が足を運んでおります。そして正面にご覧いただける金色の建物は朝日ビール本部です。スカイツリーです。大きくご覧いただけますでしょうか。充実しており、さまざまな用途でお楽しみいただけます。また第二展望台少し斜めになっているのがご覧いただけますでしょうか。あちらは空中回廊と呼ばれ、世界一高いお散歩を楽しむことができます。高いところが苦手なお客様もお好きなお客様も
オープンいたしましたら一度歩いてみるのもいかがでしょうか。オープンいたしますと予約制、1ヶ月が予約制でプラス500円の電話料金だそうです。こちらのバス、普段から見ますと屋根がありますのでご覧いただきにくいですが、このバスは屋根がございませんので上の方まで綺麗にご覧いただけます。現在足元に東京ソラマチというフットタウンを建設中です。まもなくバスは浅草橋を渡ってまいります。下の流れはフォークソングで一躍有名になりました神田川です。丸の内は日本でも最大のビジネス街で、会社の本社や支社、銀行関係の会社が多く並ぶところです。この辺りは丸の内と申します。それでは間もなくの到着となります。お忘れ物もございませんようお気をつけくださいませ。前の網ポケット、椅子の下、椅子と椅子の間に忘れ物が多くなっております。席をお立ちの際には振り返ってご確認くださいませ。進めてまいりまして、こちらから左側一帯には東京駅がご覧いただけます。現在は建てられた当時、大正時代の姿に復元工事を行っております。それではまもなく到着いたします。